アローハー、ウェルカムトゥアローハ TV.com。 大変お久しぶりです。荒川蓮子です。さあ今日は貝むきに来ているんですが、去年もこの時期にお届けしました。この春の季節にぴったりのイベント、今年も開催されるということで、今日はこの貝むきに来ているんですね。貝むきのどこかと言いますと、こちらマグロ屋さん、お寿司屋さんのマグロ屋さんですね。去年も、ご紹介しましたが、花見酒の会のイベントがここで開かれると言いますので、今年はこのイベントの進行もお手伝いしながら、アロハ TV でもそのイベントの様子たっぷりとお届けしようと思います。美味しいですよ。では行きましょう。2013春というイベントです。今日は、常連の方たちを皆様ご招待させていただいたということですが、皆さんよくマグロ屋にいらっしゃってる方でしょうか。では今日は、私も酒利き酒師ということで、いろいろとお手伝いはさせていただきたいと思いますが、ほとんどの説明は育子さんという、お酒のスペシャリストの方にお任せしようと思います。今日はどうも本当に集まっていただいてありがとうございます。これ不定期なんですけども、今日はお酒と料理のマッチングを通して、まずお酒を通してちょっともう少し、お酒のことを詳しい人もいますけど、もう少しお酒のことを知ってもらいたいなっていうのもあるし、普段会わないあんまり会えない人でも、この会でお客様同士で親交を深めていただければ、もうそれが一番幸いです。今日は楽しんでいってください。よろしく。OK。 じゃあ本番です。It's real time. OK。 Only around here. One, two, three.Thank you so much! パリが行われました。やっとこの回もスタートしたという感じですけれども、さあこのお酒についてでは早速育子さんに聞いてみましょうか。はい、このお酒は群馬県の水間庄というお酒です。長井酒造が作っております。純米吟醸ではなくて、みたいに吟醸の酒ですね。香りが高くて、フルーティー、梨だとか、バナナの香りフルーティーですね。はい、久しぶりです。ショーモリスさんです。こんにちは。こんばんは。こんばんはですね。もうね、食べ物そしてお酒といえばショーンさんですので、いつもはねワイン通のショーンさんで有名ですけれども、日本酒とこの食べ物のマッチングとかもやっぱりショーンさんならではのね、こう感性を聞きたくって。あ、そうですね。はい、ワイン通というよりもワインいっぱい飲んでるから、ちょっとまあドランクというか、ね、だけどちょっと日本酒は基本には、ちょっとワインとちょっと似てようなところあるんですよね。どういうことは、まあ、最初香りが、この、水場所吟醸に関してはなんかちょっとスパイスが効いたの、梨とか、なんかメロンの香りが出てくるんですよね。フルーツのね。ちょっとそうしたら飲むとなんか最初みかんの味が出てきたなと思って、あとちょっと梨、ちょっとさっぱりした系なので、それだったらちょっとワインに似てるんだ。あ、なるほどね。ワインと、日本酒もペアリすると楽しいんですよ。あ、そうですね。これ最初の一品目、一
品目の豆腐の味噌漬けと14代黒縄大吟醸、それはどうでした？それも、まあ、アペタイズも良かったしチーズも入ったんです、うん、なんかグーダみたいな感じチーズで、うん、でもその豆腐もちょっとチーズっぽかったから、うん、それなんかこのその14代黒縄の大吟醸と飲む食べるとそれちょっとペーリングが良かったっていうのはね、うん、その日本酒はそのままでちょっとミネラル系の香り、うん、もうお米の香りする感じで、うん、そうするとまた梨とちょっとスパイス味で、うん、やや甘い甘い甘くて、それで豆腐と日本酒はすごくのペーリングがぴったり良かったなって ね、 ね、チーズはちょっと辛くなるんじゃない、うんうん、辛くなって、でも本当に良かった最初のペーリングは。なんかねショーンさんにこれを食べてから飲んでごらんとか味が変わるからって言って教えてもらったじゃないですか、うん、そうすると本当に味がいろいろ変わってなんかこう反応なのかな、そうです ね、 その組み合わせが面白いなと思ったからね。あとね見てくださいよ、私たちこう日本語と英語のこのね食べ物と飲み物のメニューもらってるんですけど、ショーンさんねすごいの、ちゃんとこうやってメモとか書いてるの、こうやってなんていうのこういう香りがどのこうのとかね、最初の第一印象はどうだとかね、こういう風にして食中っていうのが出来上がるんですよね。ちょっと汚い文字だけど多分読めなくなっちゃうかもだけど近所は勉強するためにね、今日はねまだ2品目ですけどね、最後までお願いしますね、うん、できますから頑張りましょう。ちょっと2杯目のにねあと2杯あとちょっと喋れなくなっちゃうかも大丈夫大丈夫、もうぐでんぐでんでも喋らせますから、うん、じゃあ頑張りましょうはい、よろしくお願いしますさあ続いて出ているお酒は、マスミ荒走吟醸生原酒、長野県の宮坂醸造ということですが、こちらのお酒説明していただけますか。はい、このお酒は荒走といって、一番最初にお酒を絞った時に自然ににじみ出てくるお酒のことを荒走と言います。でそれを集めて瓶詰めにして、普通お酒は火入れを2回するんですけども、このお酒は火入れなしでリリースされています、うん、そこが生原酒、それが生原酒です ね、 そうですね。さあそれに今度は鴨とタケノコのハサミ焼き、そしてエビ新庄のプチトマト詰めと合わせていきたいと思います。なんかもう響き的にいいですね。そうですね、ちょっと女子っぽいメニューが来た感じしません？いいですねさあ楽しんでいきましょう。
漬け、ヒラメ、昆布締め、アワビ焼き締め、わすごい、ホタルイカ、お寿司、海鮮太巻きと、こんなバラエティーに富んだ、お食事になりますけど、これに合うお酒は、はい、私は本日選ばせていただいたのは山口県の獺祭の大吟醸です。これ3割9分まで、お米を磨いて綺麗な味わいを作っています。お米は山田錦を使って、香りが高くてとてもスムーズで飲みやすいお酒です。これ獺祭って読むんですよね、はい、飲みます。これカワウソの祭りって書いてあるんですね。カワウソってご存知ですか？それのお祭り、お祭り用にとってもいいお酒だっていうことも言えますよね。あ、そうなんですね、はい、あと IKKO さん、せっかくなのでちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、皆さんにぜひこの機会にご説明していただきたいなと思うのが、よく、酒造公的米、お酒に使うのに、日本酒を作るのに、適したお米ということで山田錦とか深山錦っていうのよく聞くと思いますけど、違いっていうのはどういったところにあるんですか？そうですね、ワインと違ってお酒っていうのは、お酒の作りっていうのはほとんど 50% 以上が酒蔵さんのテクニックと、それから杜氏さんの舌にかかってるんですね。でワインはシャドネーだとか、それからキャベネーのブドウの種類のことを言いますけども、日本酒の場合にはそういうふうにしてテクニックが 50% 以上なので、あまりそのお米に対しては言わないんですけども、ただ山田錦っていうのはとても香りが高くて、酒蔵さんにとってとても作りやすいお酒になってるってことは確かです。はい、まさにお酒に適したお米って、酒造公的米、酒造公的米ってことですよね。そういうことです ね、 ですね、はい、でもだからといって、じゃあ山田錦と深山錦で何かコーツつけがたいっていうか、コーツあるというわけではないんですね。ないですね。はい、結構それものというよりも技術に依存しているところが多い。そうですね、杜氏さんの力が大きいです。じゃあ私たちが日本酒を選ぶときっていうのは、どこの蔵で作られてるかっていうのをポイントの方がいいんですか？何で作られてるかというよりは、私はそれよりも、大吟醸であるか吟醸、それか純米、大吟醸はどちらかというとワインで言えば香りの高い、食用ブランド、それから吟醸は多分、白ワイン、そして純米が赤ワインというふうに考えて、選ばれるといいかもしれないですね。それだと分かりやすいですね、まずはそこから入ってもらって自分の好みを見つけていただくというのも楽しいですよね。はい、さあこちら5品目になります。お造りとお寿司なんですね。なんかね、五郎さん自慢の、ありがとうございます、翔さんにも醤油ついてもらっちゃった。五郎さん自慢の太巻きってことで、これは美味しいよってね、始まる前から言ってたんで、ちょっと心が躍るな。その横がアワビ、アワビの焼き芋、そしてマグロの漬けでしょ、そしてこちらがヒラメの昆布締め、そしてホタルイカ。ねえ、ホタルイカ、私ね富山にいたことがあるので、ホタルイカもハワイで食べれるなんて嬉しいね。えホタルイカと日本酒なんて、これ日本でもなかなかお目にかかれないというか、なかなか通な組み合わせですよ。ちょっと早速いただいちゃいますね。じゃあもうホタルイカからいっていい？ホタルイカね、今ね日本でもシーズンでしょ、ホタルイカ、嬉しいな。ほらいただきます。おいしい。ホタルイカの味噌が出てきて、この味噌とお味噌と合って、ホタルイカのこの中の内臓のお味噌と合うな。なるほどね。どうですショーンさん、
ね、やっぱちゃんと合うように計算されてるんだなって感じ。本当にまろやかな感じ。うん、なんかこの食べ物と合わせるとちょっと違う表情が出てきますね。そうでしょうね。ねえ、さっきね、このお酒ダサい、このお酒だけ飲むとちょっときついかなと思ったんですよ、正直。そう、ね、でもね、うん、ちょっとカロリーカロリーで、うんうん、でもなんかちょっとペーリングすると本当にバランスがいい。そうそうね、なんかちょうどなんかうまいところでこう着地点があるみたいなね。そうそう、あ、こういうのがやっぱりプロの、食事のプロであり、お酒のプロである人が提供してくれると、こういう発見があるんだみたいな感じですよね。嬉しい。似合うからいいね。なんかあれですね、こう、このお酒はこうだから、この食事はこうだからっていう、あんま固定観念じゃなくって、こういうふうにこうおすすめのものを出されるって、いろいろ新しい発見があって楽しいですね。そうですよね、いろいろ味があるけど、やっぱりこれ日本酒に合うのはちょっと考えないといけないんですよ ね。だからこうするとちょっと食べてエンジョイするのが一番いいんですよ。誰も考えなくても ね、 ね、やっぱね、さすがね、プロのおすすめにはね、やっぱ乗ってみるべきだなって感じですよ。新たな発見ですね。ゴロはね、ゴロさんはすごい上手い。ゴロさんさすがだね。なんかショーンさんだってね、すごいレストランとかいっぱい行ってるじゃないですか。でもやっぱりこうやって新しい発見ってあるもんですか。あるんですよ、たまにね、うん、あの日本酒だとちょっともちろんペーリングもあったことあるけど、うんうん、でもなんかこのなんか解析みたいな11コースとペーリングするとありえないんですよね、うん、初めて。もう 今は5回目だけど、あの5品目だけど、もう酔ってきたんですよね。ね、なんか若干ね。でも前にものスコッチとかスコッチウイスキーとか、そういうのペーリングのミックスドリンク、うん、それもフードとペーリングしたことあるんですよ、うん、あったことあって、それも面白いんです、うん、だけど今回はちょっとあの日本酒はちょっとどうやって違うと面白いんですよ。もちろん吟醸と大吟醸とか、それもね、あのでもフードとペーリングどうやってペーリングするの、ちょっとなんか意外と考えないですよ。そうですよね、なんか意外とあこう提供してもらったらこういうのがあるんだみたいなね。日本酒飲むとやっぱり、あ、梨の味するってよく多いんですよね。ちょっとこれはスパイスが効いた味です、意外と分かんない、うんうん、一緒ですよね。でも比べるとやっぱり違うだ ね。フードとペーリングするだけだから、こういうものとこれ合うっていうことを、ね、やっぱり気がついたっていうことですよね。やっぱこう和食がどうしても好きだから、和食と合う日本酒をこうやって提供してもらうと、あ、そっかそっか、こういう風にしていくとなんかこう食も飲みも進むんだなって、はい、危険ですけどね。そうですよね、危険ですけどね。そうよ、楽しい ね。まだまだ5品ですよ、まだ頑張らないとね。5品だから ね、6品じゃない大丈夫かな、もう数えなくなったね。頑張りましょうね。頑張ろう、はい、